観光金シアター。観光禁止アターは、関根勤が座長を務めるナンセンス系演劇集団と、その公演である。1989年6月3日旗揚げ。第4回以降は、毎年8月に上演される。観光金という名称が、関根勤をすべて音読みしたものであることからも、伺えるように、関根自らが構成、演出を行っており、 男性出演者は、関根の古くからの友人や、所属事務所出る浅井企画の後輩芸人、女性出演者は、座長の娘である、関根マリを除き、オーディションの合格者、または、関根らがスカウトしたもので構成されている。当初は各回ごとに、タイトルが付けられていたが、第6回公演からはタイトルが、くどい、に統一され、各回ごとのサブタイトルが付けられていた。 第32回公演まで。劇団の形式はとっているが、正確には夏の公演のために毎年春の企画会議千秋楽までの間に集まる敬遠劇集団であるため、基本的には各団員個人の活動は劇団内の範疇では規制されておらず、2001年のルー・大芝のように別の舞台公演とのダブルブッキングも容認されている。内容は 関根が2009年3月まで27年半、出演したラジオ番組、小サキンデワにも通じる、意味ねえ、くだらねえの曲地を言ったナンセンスで、マニアックなコントの連続である。本公演では、それに輪をかけたくだらなさ、おげれつさを醸し出しており、劇団パンフレット、軍人魂において客に突っ込まれる隙のある、日本唯一の劇団と、自虐している。テレビ、 雑誌等では見られない、裏関根ワールドが全開になった公演であり、内容にメッセージ性といったものは全くなく、ただひらすら笑いに特化している。かなり見る人を選ぶ公演であるため、当初はチケットも余ることがあったが、2000年頃よりネット発売後30分足らずで完売するほどの人気を博し、ネットオークションでの法外な高額取引やそれ見越した。 転売目的での買い占めなどが起こっていた。また、赤カや三馬やタモリ、草薙剛とを・剛ヨ等多忙な中でも時間を割いて感激する有名人もいる。特に三馬は毎年感激しており、団員に内容をダメ出ししているという。また、タモリは観光金シャターを世界一好きな舞台と高く評価している。上演時間の長さでも知られ、特に会場が シアターアップルだった時代第4回から第22回までは4時間を超えるのが当たり前になっていた。先週楽では出演者の意気込みによるアドリブなどの連発などからさらに延長され5時間近くになることもあった。待ちね、昼公演となる日曜日の公演以外では開演は19時からなので終演は23を過ぎ、ついには出演者である山中一郎が 終電がなくなるからという理由で途中で堂々と帰宅するようになる。この時の観客には大いに受けたが、観客にとっても終電は観光金観激時の切実な問題であった。原因は投資稽古の時には少し巻き気味にしているからであり、関根もどんなに短くしても4時間以上になる。これ以上は切れない、切るところがないと語っていた。 スーパーエキセントリックシアター座長でもある三宅雄二からは時間を守らず終了予定時刻の22時45分を超え毎年延長料金を追っている舞台は舞台じゃないと批判されていた会場が東京グローブ座に移った第23回公演2009年以降は同会場の閉館時間が22時と徹底されているため 公述する、団員リストラと演目の削減が行われ、夜公演での上演時間は、以前より抑えられている。2014年に、制作のアトリエ団館が倒産し、工業運営権は全社会にわたった。2018年上演の、第32回公演、くどい。ザラストメッセージをもって、第6回公演から続けられてきた、くどい。シリーズが終了した、くどい。 終了の理由として、関根は平成元年1989年に旗揚げして、その平成も来年平成31年イコール2019年で終わる。我々もいい年なので、いつかは観光金が終わることもあと観客に備えてもらいたい、ことを挙げた。次回以降は観客層が高齢化してきたこともあり、公演時間の変更、公演期間の短縮など、 公演形態は変わる予定としつつ、観客が来る限りは、観光禁シアター自体は継続するとしている。第1回は、東京都台東区浅草の時技、現在は、閉館。第2回と第3回は、東京都渋谷区代々木のスペースゼロにて上演された。第4回から第22回公演までは、東京都新宿区歌舞伎町にある、シアターアプルを会場としていた。また、 第5回から第7回公演までは、大阪、名古屋、横浜、千葉での公演も行われた。BR 関根が、ラジオ番組、コサキンでは青。で、たびたび告知していたことにより、コサキンリスナーの間では、シアターアップルのチケット予約電話番号は、サニオクオニギニ,ニという合言葉で知られていた、2007年から、コマプロダクションでの販売に統括されたため、 アップルでの窓口販売は終了し、普段の番号も問い合わせに使われるのみとなった。2008年12月末をもって、新宿駒劇場、およびシアターアップルを含めた、併設施設が閉鎖されることになったため、2009年の第23回公演以降は、東京都新宿区百人町、新大久保の東京グローブ座会場としている。新会場の発表時、22時までしか劇場が、 使用できないため、今までのような公演ができないことも明らかにされた。そのため時間内に収められるように団員を、リストラ、特に旗揚げメンバーが関根と、ラッキーだけとなり、定番であった、ホモコント、魚家兄弟、アーカタシューなどが亡くなった。1984年に渋谷のスタジオダグで、関根が、自らの芸能生活9周年を記念して、初の座長公演。 回転エビ家族を行う。ラッキー池田が自身のブログなどで回想しているところによれば、1982年、当時小さな劇団に所属していたラッキーが鈴木新介と共に見に行ったイベントで小坂井和樹と関根が演じるコントに遭遇し、特に関根の不条理なギャグに惹かれるものを感じた二人が友人を介して関根とコンタクトを取ったことがきっかけだったとある。 回転エビ家族には、ラッキーと鈴木のほか、ルー大・オーシバ、ツヨシシュウ、山中一郎、そして森久美子など後の観光金シアター、肌上げメンバーの何人かが参加しており、内容面では、さらわれた家族を助けに行くという現在の舞台に、比べるときちんとしたストーリー仕立てにはなっているものの、そのくだらなさ加減は、この頃から、すでに確立されていた。関根は、 小坂井が1985年の夏より始めた公演、小坂井くんのおすましでしょうに共に出演していたが、ここで舞台の面白さに目覚めたことから、自分も小坂井同様に自分の美学を追求した舞台公演をようと考えていた。また、そのくだらない要素を盛り込んだ舞台が成功する自信も持っていた。1989年、 バブル前世紀の様々な企業による文化活動への出資、いわゆるメセナが盛んに行われていた頃に、とある電気メーカーが関根にイベントのための出資話を持ちかけてきたことにより、劇団の肌上げを決断する。関根は小坂井とシリアスな話をしたのは、長い交友の中でもたった一度、この劇団の肌上げを決断し、小坂井君の舞台への出演をやめたいと切り出した時、 だけだとも述べてる。しかし、その後電気メーカーからの出資が中止となり、企画がとんざしかけるトラブルに見舞われた。最終的には、スポンサーなしでの旗揚げに踏み切り、1989年6月3日に、浅草時技で記念すべき、観光金シアターの第1回公演が開演された。観光金シアターがシアターアップルでの公演を始めた第4回公演。 1990年からは、その千秋楽の5日後から、小坂井和樹が主演の、小坂井くんのおすましでしょうが、同会場で上演されるた、当時の8月のシアターアープルは、小坂月間となっていた。観光金同様、おすましでしょうも、シアターアープル時代は4時間超えの公演であった。1996年には、この2公演の間の2日間を使い、関根と小坂井が、 シアターアップルにて、コサキンとしてのコントライブ、オゲレツで賞緊張と緩和を行った。2009年からは、観光金と、オスマッシュで賞が共に会場を、東京グローブ座に移し、オスマッシュで賞は2015年まで同会場で上演された。なお、オスマッシュで賞は2016年は、公演がなく、2017年3月に、新国立劇場中劇場で、 ファイナル公演が行われた。小堺は毎年、冠婚勤の公演期間は、自身の舞台稽古の真っ最中であるため、小堺が主流適質手術で公演を中止した2004年を除き、冠婚勤を見ることはなかった。逆に、自身の公演が無事終了した関根は、毎年、おすましで賞を見に行ったという。定期的に行われてはいないが、結婚。 出産など何らかの理由により、女性団員に欠員が出た場合に、新人女優オーディションが行われることがある。最近では97年、1年に実施され、97年に、中村、富田、西田、1年に後川、林、竹野、桜井が合格し入団した、竹野、桜井は5年公演を最後に退団。八年公演で二十周年記念となるのをきっかけに七年ぶりに、 オーディションを開催し、現役女子大生の新人女優、赤塚恵里、増島綾子の2名が入団した。なお、18年の神戸美咲、岩戸千春、飯田明スカのように、オーディションではなく、関根らのスカウトによって入団するケースもある。初期には公演タイトルが、その都度決められていたが、第6回公演から第32回公演までは、くどい、に統一される。座長、関根や、 ルーたち団員のキャラクターと芸風のくどさから来ていることは言うまでない。各公演のサブタイトルは毎年稽古に入る前の構成会議と称した団員たちの無駄話の中で関根たちがその場での思いつきで決めたもので大した意味はない。2005年7月28日放送の小シャでは青。に当時の全団員が出演した際、サブタイトルの由来のいくつかが明らかにされた。 公演期間中、ロビーで販売されるパンフレット、軍人魂は、舞台のパンフレットであるにもかかわらず、公演内容以上に意味がないもので、随所に、観光金ワールドが散りばめられている。以上のように、どこを見ても、公演の内容については全く触れられていない。これに加え裏表紙に、インチキ通販の広告を配するなど、その徹底された意味のなさから、 地方在住ゆえに公演を見に行けず、ともこのパンフレットだけは欲しいというマニアもいる。第18回公演文までは、B5 中都字約130ページ程度、第19回以降、第23回までは、B5 無線都字140ページ程度で、ラー袋と字、付録付き。BR 第24回より、軍玉、軍玉と海大市リニューアル。表紙が週刊誌のパロディのデザインとなった。 第32回、2018年現在は、オールカラーとなっている。価格は1200円、税込み。観光金シアターの演目は、毎年ほぼ同じような形で演じられ続けてきた、コントやネタが多く、旗揚げ当初から30年近く演じられたものもある。もちろん、全く同じというわけではなく、その時々の世相を反映させてはいる。また、関根以外の団員をメインとした、 新定番とも言えるネタも生まれている。BR は2009年第23回のダインリストラに伴い、現在は上演されていないネタを示す。また、各演目はメンバーの入れ替わりにより、現在は記述したメンバー以外によって演じられる場合もある。観光禁シアターの全体の進行の一例として、2007年に行われた第21回公演。 男の乳首祭りの概要を記す。なお、この回の講演では、これまで多数の意見があったのか、あるいは前年度の山中一郎途中帰宅事件の影響があったのかは、不明であるが、若干ではあるが、講演時間の短縮が図られてい。ただし、客の反応を見て、いくらでもネタを引き伸ばそうとする団員たちの、性格からか、日を追うにつれ徐々に終演時間は伸びていき、 結局、千秋楽には4時間40分と、最長記録を更新してしまった。千秋楽は待ちね、昼公演であったため、終電問題に関しては取り沙汰されることはなかった。2009年7月18日、土曜日24時、7月19日、日曜日0時より、座長関根と中村栄光パーソナリティに、ビクターエンタテインメントホームページより、ネットラジオ、 関根つとむの冠婚金ラジとりあえずネットでやってみました。の配信を開始。ゲストは冠婚金シアターの劇団員。フリートークやラジオコント、モノマネ新ネタ披露など、第2回以降は毎週金曜日更新。2009年10月9日より、地上波エムラジオ局の文化放送で、毎週金曜25時から25時30分に、 関根勤との冠婚金ラジオポアンと聞いてね。が、放送開始。レギュラー出演者は、関根、中村と岩井川、ずん、エネルギー、西田高子ら。内容は、ネット版と同様に座長の新ネタモノマネ、座長の近況つぶやき、ショートコントなど。地上波での開始に伴い、ネットの配信日も変更。10月13日、火曜日に、地上波、第1回。 ネット版含め、第13回が配信。以降は毎週月曜日更新となる。休日首尾及び、年始の場合は、更新日が火曜日にずれる。ビクターエンタテインメントの系列会社フライングドッグが、番組制作、スポンサーを担当、地上波の放送開始以降、提供考慮がなされている。2010年1月8日、文化放送の放送分。 ネットでは1月11日配信部により、タイトルが、関根勤との観光金ラジオスのラプソディに変更された。毎回呼んでいたゲストが登場しなくなり、関根、中村の二人喋りになった。2010年4月8日より、文化放送での放送時間は、木曜日21時30分に移動。ネットでの配信日は引き続き月曜となる。 文化放送4月29日放送分については、翌4月30日金曜日に配信された5月3日か5月5日にかけて9日祝日だった。2010年10月からは毎週金曜深夜26時30分に変更される。2011年4月10日から日曜21時に移動となり、プロ野球公式戦がある場合は放送と更新を中止していた。 ナイターがほぼ毎週行われる7月以降は、土曜深夜28時30分のザ・ステージ枠に移動させて対応した。ただし、週によっては、ロンドンブーツ1号2号、田村厚志のニュースクラブの振り替放送に見つるられるなど、小先同様に放送時間がコロコロと変わった。2011年10月をもって終了し、関根、中村のコンビで、関根務のスポパラが、 土曜日18時にスタート。スポーツトーク番組ということで、スポーツ選手をゲストに迎えたトークなどはあるが、それ以外の基本的な構成は、観光金ラジオを引き継いだものとなっている。2012年春の改編で、日曜日21時に移動し、同年秋の改編では、月曜日19時に、再び移動した。最末期となる2017年4月3日からは、 二時間繰り下がり月曜21時からの放送となった。2013年9月30日よりアシスタントがソダマリコに交代。2014年9月29日よりアシスタントが梶原真理マリ氏に交代。2015年10月5日よりアシスタントが稲村アミに交代。2013年10月改編より地方局ネットも開始。 北日本放送では2014年10月から2015年3月まで、当番組の前の日曜18時18時30分に、小坂井和樹と渡辺美里のスーパーオフショットが放送されており、くしくも小坂が番組として並んだ形となっていた。2018年3月25日の放送をもって、スポパラとしての放送も終了。地上派での 観光金ラジオ時代も含めて8年半の歴史に幕を閉じた。聴取率調査、2010年4月かで、10代女子の聴取率が一番高いという結果が出た。その理由として、5番組がレコメン。だから聴いているという10代女子からのお便りが紹介された。フライングドッグレーベルより、ラジオコントやレギュラーコーナーネタ等を収録した。 アルバム CD が発売されている。2018年5月25日より、YouTube チャンネルが再企画内にて、各週金曜日に、冠婚金 TV を配信。初回のみ22時から、第2回以降は20時から配信される。MC は、岩江側の井川修司が担当。関根をはじめとする、冠婚金シアターのメンバーやゲストを迎えて、公演に関する情報公開や、 フリートークを繰り広げる。公演終了後も配信を続けている。初回では、観光禁シアターのファンである、藤井隆をゲストに迎えた。また、第6回、2018年8月2日配信では、関根の名優である、小坂井和樹をゲストに迎えた。第12回、2018年10月19日配信では、2018年10月9日に逝去した。 ア井イ企画代表取締役のア井イ領事を偲ぶトークが行われた。第32回公演のコント、関根勤物語でのア井、イ、演じたのは天野博之が登場するシーンも配信された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。